マッソゲームズでーす。はい、皆さん、今回はですね、こちらポケットモンスタースカーレットダウンロードコンテンツ青の円盤パート4やっていきたいと思います。まだパート1からパート3見てないよという方はですね、概要欄に再生リストがありますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで今回は前回の続きからやっていきたいと思います。いよいよですね、マスオもブルベリーグにね参戦することになりまして、四天王に挑むことができるようになりました。で、今回挑もうと思っている四天王がこちら、四天王赤松に挑戦しようということで、サバンナスクエア四天王赤松、ブルベリーグランク5位、炎ポケモンと息を合わせて作り出す激辛料理は絶品、ポケモン勝負の経験は少ないが天性の才能で粘り強く戦う、勉強あまり得意ではない、一種地方タチワキシティ出身の、はい、こちらのね赤松に挑戦しようと思っています。で、炎タイプということで、前回ですね、こういう風にラプラスを捕まえたりしたんですが、もう少しさ、何か捕まえて、一体ぐらい捕まえてから、ね、今回行こうかなーって思っています。ということで、まずはですね、このサバンナエリアっていうんですか?ここで、ちょっとね、冒険をして、はい、向かいましょう。で、サイホーンがね、そこら辺にいるから、多分サイドンもどっかにいると思うんだよね。で、ドサイドンにして挑もうかなとも思ったんだけど、サイホーンじゃなくて、サイドンからドサイドンへの進化方法って、交換なんですよね。プロテクターを持たせた状態で交換するっていうのが、ドサイドンへの進化方法で、ちょっと今こういう風にさ、進めながら、なんていうのかな、やるのは厳しいなと。育てるのは厳しいから、何か他の、炎ポケモンに強いポケモンを捕まえて、まあ、挑みたいなと思っています。でね、コメントもね、結構たくさんね、いただきました。本当にね、皆さん、ありがとうございます。なんでもね、この四天王がね、めっちゃ強いらしいんだよね、チャンピオンが強いのかな?誰が強いかっていうところまではちょっとね、定かではないんですけど、すごく強いらしくて、マスオさん、今まで、ポケモン育てたので行った方がいいですよっていうコメントいただいたんですよね。多分、マスオさんじゃ勝てないですよ、みたいな。コメントいただいて、そんなに強いんだっていうのね、ちょっと驚きました。ただね、やっぱ強い方が面白いからさ、まあ、ちょっと、勝てるかどうかはわからないけど、一応、ね、捕まえて、ポケモンを育てて挑んでみたいと思います。あれ、ケンタロスだっけ?ケンタロス、あー。このトンボか。あ、いろいろいるよね。さあ、畑落とす。いいですね。畑落とす強いよね。そのポケモンなんだっけ?ラプラスじゃないよな。なんだろう。あー。一回捕まえましたね。あと、ナマケロとか。ちょっとここに来ちゃうと、そのサバンナエリアではなくなっちゃうんですけど、なんかいいポケモンいないかな、強い。できたらね、サバンナエリアで捕まえたポケモンで挑みたいなって思ってたんだけど、お、ここで捕まえるのもありだね。黒色、あー、バチュルムの進化系のやつかっていう感じでね。まあ、冒険とか、こういうね、サバンナエリアも一応ね、冒険はしてるんだけど、あんまりね、あ、これっていうポケモンいないんだよね。お。この子で行ってみる?ふんころがしみたいなのさ、やつ。うい。
強そう。毒、この子で行ってみよう。どうせだったら冷凍ビームで行こう。冷凍ビーム、パワーステップ。なんだこれ、攻撃と特攻の能力を変える。へー、なんか強くなさそうな雰囲気が漂ってるけど大丈夫かな。でもなんか炎タイプに強そう。でも虫なのかな、このポケモン。虫だったらちょっと炎タイプダメだね。虫だね。来い、よっしゃー。さあベラカスを捕まえたぞ。お、クリア。虫エスパー。いやー、なんともだね。厳しいな。やめ。転がしポケモン。さあ、これで、ちょっと戻りつつ、なんかいいポケモンがいなかったら、もうそこで回復して戦っちゃいましょう。ねえ、すごいね。引き伸ばしてるみたいに見えちゃうからね。ヒメリ。この鳥の、ここ一応階段になってる。いや面白いなー。でもダウンロードコンテンツ、いや強いのとかも結構嬉しいしさ。びっくりした、今のポケモンかと思った。なんかいい頃合いのポケモンがいないっすね。まあラプラスを捕まえたからいけるかな。ああ、さあ、じゃあいよいよ四天王行きましょうかね。あそこに見えるんだところだよね。いいポケモンが見つかりませんでした、残念。大量のナッシーのね、ところが発見されました。いやー、ドサイドンだよなー。やっぱりドサイドン強そうだもん。さあ皆さん、お待たせしました。一度回復してから行きましょう。勝てるかなー、ドキドキなんだけど。一体目何から行こう。いや、この雪の王とかがさ、あ、でもまあ、水テラスタルすれば、カウンター食らわせられるか。一体目、ジェラルドンで行こうかな。でも、鋼だ。グランブルで行こうかな。これで行こう。よし。四天王チャレンジ。50BP、お支払いいたします。受け取り確認しました。赤松くん、注文入ったよー。注文かい。あいやー。おー、食堂にいた。マスオって人だよね。中火で燃えてきた。ここじゃなんだから、とりあえずついてきてよ。中火かい。強火にしなさい、強火に。ブーバーンだっけ？バーブーン？待っていたよ、炎の挑戦者。こんなに早くしてんのに挑戦とか、すげえよね。すりゃすぐりや片づ、かきつばた先輩が気に入るわけだ。俺も君のこと気になっているよ、正直ね。でも、ここのチャレンジは全然甘くないよ。俺の四天王チャレンジは激辛サンドイッチ作り。この俺、赤松をヒーヒー言わせるような、辛いサンドイッチを作ってよね。楽勝に思うでしょ？でも自前の食材は使わせないよ。食材は周りのリーグ部員と駆け引きして調達するんだ。
食材が集まったなと思ったら戻ってきて声をかけてよ。俺が見てる前でサンドイッチ作ってもらうからさ。料理のコツはとにかく食材選び、それさえ間違えなきゃ余裕だよ。さあ、マスオ四天王チャレンジに挑戦するかい？ちょっとよくわからないですけど、ねえ、まあちょっと頑張ってみるしかないですね。あいよ、3分で準備するようだって。3分間のうちに集めなきゃいけないのかな？食材食材、まずはリーグ便と駆け引きして食材を調達してきてよ。作るのは激辛サンドイッチ、何が必要かなんとなくわかるよね。四天王チャレンジ、激辛サンドイッチを作ろう。買ったらポテトサラダ、チョリッとマスタード、ハラペーニョ、ハラペーニョ、辛いハラペーニョをあげるから生ハムとオリーブオイル。そっか、生ハムとオリーブオイルを、生ハムとオリーブオイルどこだ、あれをくれたら食材。なるほど、あれをくれたらってポテって言ってたから、勝ったらポテトサラダで勝負してポテトサラダをゲットして彼にあげてっていう風にやっていくんだ。なるほどね。ポワレ、あーそっかそっか、ダブルバトルっていうの忘れていた。どうしよう、あんまりいいのないな、じゃれついとこうか。吹雪、よっしゃー、これ、よっしゃ、凍っていく、じゃれつけー、うわ氷が溶けちゃった、やめてー、雪のーっていうか、あいつ解放者も撃つの強っ、オーバーヒート、やべ強い、いやーこれさー、波乗りを覚えさせたいねー、ラプラスに。塩ミス、いけー、さあ倒していく、さあ次じゃれつく外していく、あよかったよかった。さあこれで少しこっちの方が有利になったぞ。さあレベル、あよかった、ポテサラの声が聞こえるって大丈夫かな、大丈夫かな、ポテサラの声が聞こえるってちょっと危なそうだな。波乗り覚えさせたいな。で、多分あれをくれたらで、ここでポテサラじゃない？で、食材3つ、玉ねぎスライス、キュウリスライス、生ハム、見せてくれたら、あ、なるほど。で、さっきマヨネーズって言ってたから、この人にもまた勝たなきゃいけないんだな。よし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 。駆け引きってやるな、そういうことか。さあ、勝負を仕掛けてきた。震えてるけど。火炎人、火炎獅子。
あ、復活してるんだよ、昨日。どうしよう。微妙なんだよな。オーバーヒート、ダメだ。雪の王がダメだ、本当に。雪の王ちょっと合ってないな。熱いよ。噛み砕け。やっぱラプラスしか勝たん。よかった、前回ラプラス捕まえといて。あとはさ、地震とか覚えてるポケモンがいたらさ、よかったんだけどな。うーわ、いやらしいな、攻撃が。さあ、これこっちは激凛でいいや。で、眠っちゃうから交代でシビルド。いやー、なんか普通のさ、トレーダーバトルでこんだけちょっと苦労してるのがおいおいって感じなんだけど。波乗り覚えちゃえば余裕だわ。で、またラプラスだね。ハイドロポンプは多分使わないんじゃないかな。やっぱ命中率が低いしさ、怖いし、使うの。オッケー、これでいい。やめてくれよ、あくび。あー、なるほどね、ハイパーボイスは確かに全体攻撃だわ。いや、ダブルバトルのこのさ、ポケモンっていうのも面白いな。よーし、勝負に勝ちました。迷い迷われ、マヨネーズだけにってか。さあ、もらいまして、ありがとう。ポケモンを調節したい。ダメだ、今はダメだ。食材見せてくれたらってことで、マヨネーズ、スライスエッグよりビネガー、チリソースとケチャップ、ちょりっと交換。今食材を見ると、玉ねぎ、マヨネーズ、スラ、オリーブオイル、ビネガー、んー、ちょりっと、スライスエッグ、スライスエッグ、スライスエッグ、チョリソーもらった。マスター、あ、やった。あ、マーマレード、マスタードだね。あ、これそういうことか。ハラペーニョ交換、生ハムとオリーブオイル、ハラペーニョ、食材が今がよ、良さそうだな、これで。チリソース、ケチャップ、おきゅうり、
ケチャップ。おきゅうりをお持ちでだ。ケチャップで。え、どっちだろう。どうこの素材、激辛。玉ねぎ、マヨネーズ、チョリソー、マスタード、ハラペーニョ、ケチャップ。あれ、チリソースが欲しい。え、チリソースなくなった？あ、これでいいんだ、これでいいんだ。多分これでいいんじゃないかな。あ、まだ一人いた。ハラペーニョ。勝ち取る。なるほどね。最悪分かんなかったらこの人と戦って勝ってハラペーニョ奪ってクリアしてくださいっていうことなのかな。これふぶき激凛。固まれ。うわー、当たらなかったけど、まあ雪の王がダメだね本当に。行け、ラプラス、君に決めた。先どっち倒すかだけど、綺麗花から倒そう。冷凍ビームでコータス倒せばいいもんね。多分水系のポケモン出したら綺麗花にやられちゃいますよ。だからね、大変だよ、だよねっていう、そういうバトルだねこれね。さあ、グランブルが混乱して熱風を食らうけど、やけど、やらしいね。やけどになったら攻撃力ね、物理攻撃力が半減しちゃうから。まあ、誰でもいいや、もう倒せるから。ランクレス、ラグレシア、まだ出してくるんだ。あ、サイコショック、サイコキネシス、いいじゃん。塩水でオッケー、いいね、オッケー。コータスを倒して、でレベルアップ、倒されないサイコキネシス。おお、ちょい残し。さあ、特防下がって、やけどダメージを負う。ブーバー、なるほど。まあギリギリ生き残るっていうのを、どうしようこれ。こうやってこうが正直いいだろうな、素早さ的に。混乱していく。ラグレシアに攻撃させたくないから、ラプラスで倒しきって、でここのランクレスは混乱してるけど、サイコキネスを加えて与えていく、いいね。さあ、やけどダメージを負う。サイコキネシスとハイドロポンプでも倒せそうだけど、まあいっか、普通に攻撃しよう。熱風、塩水、あとちょっと。さあ、混乱、これで攻撃が通れば、いったー。
これで倒したんじゃない？さすがに。よっしゃー、レベルアップしていく。ハラハラしてピーニョ。なんとか勝てたね。これでハラペーニョが2つだから大丈夫なんじゃないかな。マスタードちょりっとハラペーニョ、もうハラペーニョ交換したし、もういないよね。オッケー、これでサンドイッチを作ろう。よし、激辛サンドイッチ作るぞ。マスタードとチリソース、メラメラピック、マヨネーズいらないよね。激辛作ればいいんだもん。まず玉ねぎをスライス置いて、ハラペーニョ、ハラペーニョ、ハラペーニョ、さらにハラペーニョ、ハラペーニョ、ハラペーニョ、チョリソ、うまそうだな、チョリソ、チョリソ、オッケー、メラメラピック、オッケー、完成。さあこれは辛そうだよ、普通に。さあ出来上がりました。パク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 。おお、いいね。冷や汗じゃなくて我慢汗かいてるね。辛さを超えて痛みだ、これ。体の芯から燃えたぎる。激辛大名人も大満足な激辛サンドイッチだったよ。ということで四天王チャレンジ激辛サンドイッチ作り完璧に出来上がりだ。強火でやったね。イエーイ、チャレンジクリア。舌のヒリヒリ楽しみながらスクエアに戻ろうか。よかった、無事。技整えさせてくれ。チャレンジも終わったし、お次は四天王勝負だね。俺と戦う下準備は整ってるかな。よしよしよし。じゃあちょっとラプラスに技を加えよう。波乗りとか覚えてない？ないね。ラプラス技マシン。ないかな。あったあった。あるよね。ハイドロポンプバイバーイ。強いんだけどね。で、ちょっと雪の王ダメだな。雪の王一旦首。誰で行く？レベル的に言ったら、ケンタロスで、ケンタロスに覚えさせよう、水の技。ケンタロスって確か何でも結構覚えるんじゃなかったっけ。水気、雨乞い、ほら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 。あのね、ケンタロス強いんだよね、ほんとに。だって火炎放射を覚えて、初代の時さ、ずるいポケモンだったの。吹雪を覚える、破壊光線を覚える、ソーラービーム。なんなのって感じじゃん、このポケモン。ね。ちょっとレベルが若干足りてないかもしれないのが不安要素ではあるんだけど。
まあ、これでいっか。この、シビルドンはなんか覚えないのかな？技マシンとかで。水系。雨乞いぐらいか。アクアブレイク。強そうじゃない？放電。よーし。これで戦える。じゃ、最初はシビルドンとケンタロスでいこう。さあ、いよいよ四天王戦です。整ったぜ！あいよ、強火で燃えてきた！いやー、ついに始まる！四天王バトル勝てるのか、マスオ！さてと、マスオ！君って、すぐりと因縁があるみたいだね。柿つばた先輩もなんか企んでるみたいだし。そういうの、マジでめんどくさいよ！言いたいことあるなら、直接言えってろ！やれってろ！俺は細かいこと考えるの苦手なの！戦いたいから戦う！それでいいじゃんか！サバンナエリア、炎の四天王赤松！勝ちたいから、勝たせてもらうよ！いいねー、こういう先輩好き。ブルベリーグ四天王の赤松が勝負を仕掛けてきた。ロトムと、ファイアロン。あ、悪くないね。さーて、調理。違った。勝負開始だ。放電。まあ、ケンタロスにも食らっちゃうけど、波乗り。そっか、全体攻撃だと仲間にも食らっちゃうからっていう、そういうところがあるのか。うわ、ちゃんと攻撃してくるんだけど。鬼火で攻撃力、火傷状態にして物理攻撃力を減らしてくるっていう。うげえ、そんな技食らったら鎮火しちゃう。え、待って、超強いんですけど。さあ、ファイアローがしびれていく。やばい、やけど状態だから。あれ、波乗りってさ、そっか、特殊攻撃力か。全然ダメじゃん。これ、そっか、ちゃんと考えてなかった。あぶねえ、思念の頭突き。ケンタロス、ゴツゴツベッドやってんの。うわ、羽休めしてくんの。厄介すぎるんですけど。うわ、ケンタロス倒しちゃった。まあいいか。行け、ラプラス、君に決めた。やばい、アクアブレイクで行こう。波乗り、鬼火。うわー、もう厄介すぎる。戦いが強い。フレアドライブってあれだよね、ダメージ受けるやつじゃなかったっけ。え、勝てっかなこれ。ハンドルよりダメージ受けて、波乗り。え、強いんだけど、マジで。え、だってこれまだ1体目でしょ。これ塩水でロトム やりきろう。うわ、厄介すぎるこのロトムが。マジで
やけど、こんな上手に使ってくるの。ええー、うわ、波乗りだったか。うわ、羽休め。うわ、やっ。まあ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 、いいや。塩水で倒しきれるでしょ、これ。オッケー。ロトム倒せば、とりあえずね。やけどダメージ。やばいね、これ。なっしー？あ、でも冷凍ビームでいけるな。これ先なっしーにしよう。ラプラスがやられたら厄介だ。うわー、でも全然食らわない。フレアドライブ強すぎるって。ダメージ受けて冷凍ビーム倒しきれないだろうな。これ木の実を食べてくる。ソーラービームの危ね。え、日差し、そっか。いや、日差しでソーラービーム一発なんだ。強くね？っていうか、あぶねー。これ、こっちの切り札が完全にラプラスなんすよ。だからここはジラルドンは回復の薬をラプラスに使って、で、これ波乗りだな。ジラルドンも食らっちゃうけど、これで火傷状態も治るな。でも意味ないか、別に波乗りだったら。守る、ラッキー。羽休め、これはラッキーなターンだったね、こっちにとっては。そう、ナッシーは身を守ったけど、ファイアロンには攻撃受けるでしょ。で、ジェラルドンも収穫してくんの。いやー、やばい。ジェラルドンって何が高いポケモンなんだ。クロ、いやー、これファイアロー倒しきらないとめんどくさいよな。またソーラービーム、でもソーラービームはもう打てないから。だるー、強い。波乗り、オッケーオッケーオッケー。よし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 。あぶねー、強い。ブーバーめっちゃ回復してくんね。で、このジュラルドンはもう、わ、元気のかけらしかないか、厳しいから。いや、どうやって戦うよ。いや、どうしよう。誰かを回復する。ブーバーンにシビルドンかな。ジラルドンが攻撃するよりシビルドンをワンチャンで考えた方が良さそうなのと、あとナッシーを冷凍ビームで倒しきりたい。いけ！うわー、そういうこう、うわー、そっかそっか、さっきアドリギのタレ使ったもんな。うわー、次ソーラービームか。おーい、強いじゃんか。
いやもうナッシーとりあえず倒そう。熱風、しょうがない。いや強えな。想像していたより嫌な戦い方してくるわ。うわ倒しきれないか。守るだな次。うわ厄介すぎるってこのナッシー。マジー、ちょっとこれ負けたくさいな。いやーマジかよ。おい CP のレベル上がってんじゃんか。これは負けたな。あれでしょ、これブーバーンをワンチャンで倒すしかないんだけど。しびれ、無理だよな。いや負けたわこれ。いやー、嘘だろえ、笑っちゃうんだけど、この強さ。あーれー、負けました。え、いやー切な。強くねー。え、強くない、マジで。いやー確かに皆さんが言ってたように、普通にこういうさ、育てたヘイラッシャとかさ、使った方がいいよっていうのめっちゃわかるわ。すっごいいやらしかったもん、戦い方。ってことで、ちょっと、今回これで終わるわ。で、次回、リベンジしよう。もうちょっと戦い方考えよう。いや、あのソーラービームもめっちゃ厄介だし、木の実も、厄介だったなぁ。このさ、思い出すで、スキルスワップ、やってもいいなぁ。ね。で、あと、持ち物とかもさ、やけどにならないとか、あとは、何、鬼火を食らっても大丈夫なようにしとくとか、最初とか、ちょっといろいろ考えつつ、もうちょっと巡って、最適な目標を考えて、挑むことにします。いや、ちょっとね、舐めてた。本当に。いやー、今回はこちらで終わりますけど、次回絶対リベンジしますので、皆さんね、楽しみにしていただけたらなと思いまーす。つえー、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ちょっと、この動画で言うのもなんですが、ぜひチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。ということで、以上、マスオゲームズでした。次回お楽しみに。バイバイ。これやばいわ。マジ。強い。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。